ご覧いただきましてありがとうございます。賃貸の正木の内田です。本日は奈良市法蓮町にございます 3K の賃貸アパートファミールサホの2階を紹介させていただきます。こちらは、全てのお部屋を洋室に改装しているとっても綺麗なお部屋です。それでは早速中を見ていきます。まずこちらはキッチンのスペースとなっております。こちらのお部屋には使いやすいオープンタイプのキッチンが、ついておりまして、こちらにコンロを置いていただいて調理の方も十分していただけるような形となっております。収納の方も上にしっかりとございまして、真ん中には水切り棚がございます。下にもこのようにたっぷりと収納がございます。あとこちらのノズルが、ベッド、浄水器カートリッジが必要ですが、いつでもきれいな水を飲んでいただけるような、そんな蛇口となっております。キッチンのすぐ隣にリモコン給湯をつけておりますので、温度変更などこちらで簡単にしていただけます。またモニター付きのインターホンもつけておりますので、防犯面はバッチリなお部屋となっております。それではその他のお部屋を見ていきます。まずこちらですね、キッチンの隣にございます洋室となっております。こちらはですね、リビングとして使っていただける洋室となっております。こちらのお部屋からはバルコニーに出ることができまして、バルコニーは、東向きのバルコニーとなっております。こちらの、お部屋の方にしっかりとこのように、3段に置かれている収納がございますので、十分物は入れていただけます。それでは先ほどのキッチンを一度通りまして、もう一つのお部屋を紹介いたします。こちらのお部屋も東向きに大きな窓があって大変明るいお部屋となっております。また収納の方もこのようにですね、かなり大きな収納となっておりまして、こちらも中が3つに分かれておりますので、衣装ケースなど十分収納していただけるお部屋となっております。そして、もう一つお部屋の方がございます。こちらは共用廊下側の、お部屋となっておりまして、こちらも窓が大きくて大変明るいお部屋となっております。また各部屋にこのように収納がございますので、大変収納力のある、お部屋となっております。それでは水回りなどを紹介させていただきます。まずこちら玄関となっております。玄関にはこのようにコの字型の、下駄箱がございますので、靴もしっかりと収納することができます。そしてこちらが脱衣所となっておりまして、洗面台は人気のシャンプードレッサータイプとなっております。洗面所の後ろに室内の洗濯機置き場がございまして、こちら開けていただければこんな感じでお手洗いとなっております。またお風呂の方もしっかりとこのように広さがございますので、ご家族でゆったりとくつろいでいただけるお風呂となっております。はい、それではお部屋の紹介はこれで終了とします。気になる条件は賃貸の正木のホームページをご覧ください。奈良のおもてなしなる心、賃貸の正木では皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。